ですね。新しい楽曲。前回できませんでしたからね。今回はこれをやるのですか。そうよ。ちょっと、なんでエキストラフルコンしてるのよ。なんでって言われても、ルナティックやるのですか。まあエキストラフルコンできたしなんとかなるでしょ。そんなパーティーで挑んで大丈夫なの。正直厳しい。でもこれ以外にするとポイントが少なくなっちゃうのよ。今回はランキングとかもないんですし気にしなくていいのでは。待って、アナストロメリアレコードで、アゲインスト、パーフェクトテリーブローサム。とは言ってもさっさと UK 報酬取り切りたいじゃない。1週間適当にダラダラやってたら終わるでしょ。それはどうかしら。さて、お嬢様はこのパーティーでルナティックをクリアすることができるのでしょうか。ふむ、やっぱり今回の曲は簡単な方ね。え、もしかして今まで一番簡単。いや、一番簡単なのはロンド。あの簡単さを超えるエキストラはないと思う。あ、ミスりましたね。やっぱり青のロングは難しいわね。なんかこの感じだと一発でクリアしちゃいそうだけど。したら何か悪いのかしら。全然面白くない。くたばれ。しかし本当にいい感じですね。意外とこんなレベル上げてないパーティーでもいけるのね。クリアできるかどうかで言ったらレベルなんて大して関係ないでしょ。まあ確かにそうだけど。それやっぱり青でミスりますね。でも私青より連続で流れてくる緑の方が苦手だけどね。こういう緑は全然大丈夫なんだけど。それよし。何回も結構ミスってると思うんですが。お静かに。っていうかちょっと待って、見たまバースト使いたい。そう、いつもどうでもいい時に使えるように使いたい時に限ってうまく押せない。あ、これ診断じゃない。いえ、ギリギリですが耐えています。お、押せない。死んだ、ナイスお姉様。何がナイスなのよ。これはちょっと回復キャラを多めに入れないと厳しいですかね。やっぱりお姉様の実力ではルナティックを自力でクリアすることはできないのね。なぜクリアできないのか。あ、ちょっと待って、ひらめいたかも。今降りてきた、前傾。何言ってんだお前。クリアができないとおかしくなるプレイヤーもいるみたいですからね。おかしくなってないわよ。どうあがいたって今のお姉様じゃこの曲のルナティックこのパーティクリアは無理よ。だから前傾が降りてきたって言ってるでしょ。一体何を思いついたのですかお嬢様。ノーツスピード最大まで落としたらどんな曲でも楽勝にクリアできるんじゃない。なんか言い始めたわね。お嬢様、それはないかと。なんでよ、私たちがこのゲームを始めて以来、ノーツスピードを上げたらクリアが簡単になる、というコメントはたくさん見ましたが、ノーツスピードを落としてクリアが簡単になる、というコメントは見たことがございません。ふふ、それはまだ誰も気づいてないからなのよね。今私が証明してあげるわ。ノーツスピードを最大まで落とすとどんな風になるの？ノーツスピードを最大まで落とすと、こんな風になりますね。ほら見なさい、めちゃくちゃ簡単そうじゃない？勝ったな、今からエキストラ全部フルコンボしてくるわ。そんな簡単になるなら誰でもしてると思うんだけど。大変なことになりそうな予感しかしないです。ま、とりあえずパパッとここのルナティックを終わらせちゃうわよ。一体どんな譜面になるのか想像がつきませんわ。血が見たいのね。昨夜、奥を見て。うわわ、何ですかあれ。くくく、こんなゆっくりなら楽勝ね。ってあれ、あれれ。最初の一発目すら押せてないんだけど。体力がどんどん。これで。うん、じゃないのよ。まあまあ待ちなさい。今のは初めてだったからできなかっただけよ。もう一回やるわよ。だからうん、じゃないのよ。全然ダメダメじゃない。バグかな。何でもかんでもバグにしないでください。もう一回、もう一回やらせて。ねえ、一番左の青ノーツすごいことになってるけど。さすがにこれはバグかもしれません。普通のノーツに重なってますし。そんな。無理だわこれ。何よこれ。全然できないじゃないのよ。誰がノーツスピードを最大まで落とすしたら余裕とか言ってたのは。お前だよ。普通にやるよりはるかに難しいですね。こんなスピードでもう二度とやらないわ。まあこれでコメントでそう言われない理由がわかったわね。あれをクリアできるのは本当に極少数の方でしょうね。で、前傾とやらは全然ダメだったわけだけど、どうするの？もう普通にやるわよ。パーティもちゃんと組んでやるわ。っていうかすでにお嬢様ルナティッククリアしてるみたいですけど、その時はどういうパーティで挑んだのですか？レベルが高くて結構回復するパーティで挑んだわよ。じゃあ素直にそういうパーティで挑みなさいよね。動画だもん、格好つけたいじゃない。あれ、私のオーツスピード10でやってたっけ ?11 だっけ ?11 でいいか。お嬢様10でプレイしてましたが、面白いので黙っておきましょう。ヒロインのお姉様のレベルがいつの間にか97になってる。ちゃんとコツコツ上げてるからね。お嬢様が2人並ぶ日もそう遠くなさそうですね。早く私もスペルブレイクしたいのよね。で、パーティはこれなの。
ちゃんとの満足性に寄せてと。よし、これならさすがにクリアできるでしょう。お嬢様、これで5回目の挑戦、クリアできるでしょうか。意外にレベル100結構いるのね。まあこれくらいは普通なんじゃないかしら。身の程を知りなさい。ちょっと待って、なんか早くない？お嬢様、さっき11で設定してましたが、普段はノープスピード設定10です。待ちなさい、あなたなんで今それを言うの？言うならさっきでしょう。ノープスピードに驚くお嬢様が見たかったので黙ってました。バカねえぞ、なんで驚く、私見て楽しんでるのよ。く、やばい早い早い。ちゃんとパーティ設定してもクリアできない可能性出てきたわね。やってしまったからには今はこれになれるかしないか。お、でもいい感じに寄せてますよお嬢様。やかましい。行くぞ。やっぱりミスする部分はことごとく青ね。ここの青にはもう少し慣れないといけないわ。よっ、私に任せな。そーれ、はっ、じゃーん。そういえば今回のミッションにはエキストラフルコンがあるとか。あ、そうみたいね。お姉様は大丈夫なの？まあこのエキストラ結構簡単だからできないことはないって感じね。一応1日目も2日目もクリアできたわ。でも正直結構厳しめな条件だと思うわ。せめてハードくらいならとは思ってしまうわね。エキストラは難しいですからね。おとげ初心者のプレイヤーはほとんどできないと思う。お姉様もこのゲームから初めて初心者じゃない？私は時間がやたらあってこのゲームだけをプレイしてる生活してるからよ。そこはっきがいるんじゃない？お姉様暇ゆっくりですからね。世の中は忙しいのよ。お姉様がクズってことね。黙りな。今のパーティーですとこの段階で S に到達するのですね。体力も結構あるし、今回は大丈夫でしょ。楽しくなってきたな。私の雪で白く霞んでしまいなさい。じゃーん、これならどうよ。最後の最後で思いっきりミスしてるけどね。体力には余裕ありますね。やっぱりちゃんと回復できるか効くねばクリアできるんだなって。あと判定ごまかすやつも強いわよね。あ、そっちもいいわね。ミス30にはちょっと多いか。ルナティックフルコンボの道はまだまだ遠そうですね。まあいいや、今はクリアだけで十分だわ。まだエキストラも全然フルコンボできてないわけだしね。でもエキストラの中でも難易度にはかなりの差があるからね。とんでもなく難しいのがありますよね。ってことで今回はこれで終わり。それじゃあね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。最後にチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた次の動画で。